どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日もデッドバイデイライトをプレイしていきましょうね。はい、いつものようにね、前回に引き続き全身じゃなくてね、上半身下半身血まみれクエンティン・タランティーノじゃなくてクエンティン・スミス君、冒頭で6月配信予定の新キラーと新サバイバーのトレーラーをね流しておりますけど、いやー、なんですかね、今回はなんか生存者ですかね、ギター弾いてる女性。あららららら、来ましたぞ、これ。レイス君ですね。はい、今日のお友達はレイス君、34歳。職業は感触持ちです。この人ね、怒らせるとめんどくさいんだよね。はい、死ね、活動。とりあえず、これで負けるといいんですけどね、倒そう。まだ追っかけられているか？いや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 。なんとか巻いた。あー、でもね、ターゲットが変わっただけか。レイス君は、自分の姿をね、透明にすることができる、なかなか厄介なキラーですから、息遣いとか足音に注意してね、修理を進めていきたいと思いますね。だけど今度6月に配信される新キラーと新サバイバー、どんな感じなんでしょうかね。まあ、あれ見る限り、トレーラー見る限り女性、なんとなくちょっと綺麗めな女性ですよね、後ろ姿が。もうそろそろね、ジェンダーキャラ入れていいと思うんですよ。後ろ姿綺麗そうだけどね、真正面から見たら男だったとかね、オカマとかいいんじゃないかなと思うんですよね。そしてキラーですけど、キラーは全く姿を見せませんでしたけど、なんかね、毒ガスみたいな武器がね、最後の方に出てきました。つまり毒ガスを使った攻撃を仕掛けてくる。一体ね、毒ガスするとどうなっちゃうんでしょうね。一切の情報が見えなくなるっての面白くない？発電機の数、他の生存者仲間たちの状態や人数、もう一切が切何にも見えなくなっちゃう。まあとにかくね、6月が待ち遠しくてしょうがないですよね。発売2周年記念ということで、かなり大掛かりなアップデートがやってくるそうです。はい、ルインですね。もうこのパークはね、おなじみのパークですよね。このエリア内のどこかにある呪いのトーテムを探し出した。ナイス、呪いのトーテム破壊してくれたので通常業務に戻りたいと思います。そして今日も1本映画をレビューしますけど、あ、近くでやられちゃったね。今日ね、レビューする映画は、まさに上映開始したばかりの新作のほやほや日本映画、有罪です。さあ、担がれて肉フック行きだね。そこに釣られるのか。あ、1人潜んでたみたいね。じゃあこの隙に今のうち、はい、レスキュー。来た部屋が遠いぞ。よし、治療しようか。有罪なんだけど、枝川乱歩賞作家薬丸岳さん原作小説の映画化なんですよね。薬丸さんといえば主に少年法など司法テーマとした作品が多いんですけど、本作もその系列ですよね。映画64のスタッフが制作しているようです。あの64はね、典型的な前編傑作でしたよね。もう楽しみにしていた後編があまりにもがっかりすぎる。だからね、ちょっとこの有罪もね、若干不安があって鑑賞したわけです。で、どんな映画かというと、助けるけど潜んでるかな。いや、思い切り潜んでるね。うわー、これあれか、信用してないからボロータイムが発動しないわ。ごめん、すぐにやられてしまった。これはね、悪いお手本ですね。で、どんな映画かっていうとね、生田斗真演じる増田は元ジャーナリストで、今は町工場で働いているんですよね。彼と同じタイミングで勤務した瑛太演じる鈴木は、周囲との交流をどういうわけか徹底的に避けていて、めちゃくちゃ暗いんですよ。で、どことなく不気味な存在なので、ちょっとね、周囲から疎まれている。だけど、同年代ということもあって、増田は、鈴木くんとね、次第に打ち解けていくことになります。しかし、あることがきっかけで、鈴木が17年前の連続児童殺人事件の犯人ではないかと疑い始める、みたいなね。まあ、そんなストーリー。さあ、一人ね、釣られてしまったけど、僕はこの発電機の修理をね、進めたいと思います。で、この映画のテーマはもうね、これはね、食材だと思うんですよね。こう、上映時間が129分もあるのに、どういうわけかそのテーマに寄り添ってないっていうかね、なんかこう向き合ってない気がしたんですよ。この映画で語られる連続児童殺人事件の少年って、明らかに榊原生徒がモデルになってるんですよ。
少年 A は名前を変えて隠れるようにして生活している。そんな彼がどのように罪を償ってこの先生きていくかということを、本来ね、書かなくちゃいけない映画だと思うんだけどね。レイスは心音を消すことができるから、どうしてもね、ボロータイムが発動しなくて無理くり救助になっちゃうことが多いんですよ。あー、回線切ってしまったか。まあどうせね、死んでしまう、これで行かれてしまう生存者だったので、しょうがない。どうもお疲れ様でした。で、残り3人で発電機2台を修理していかなければならない。ちょっとね、厳しくなりましたよ。そしてここはね、若者たちに人気スポット、レディー記念研究所。私非常に苦手なのね。これをもっと最悪にしたのがギデオン精肉工場なんで、まあギデオンよりはね、マシですけど、ここもかなりね、どこに発電機があるかってね、っていうのがね、非常に分かりにくい。まあそれはおそらくね、キラーにとっても同じなんですけどね、これキラー生存者ともに苦手意識が強いマップなんじゃないかなと思いますよ。佐藤浩一さんがタクシー運転手役として出てくるんだけど、彼が鈴木のお父さんだと、まあ皆さん、おそらく予告編見た皆さんそう思ったんじゃないかな。まあ僕もそう思ったし、映画の序盤でも、なんか鈴木のお父さん、まあ少年 A ね、鈴木のお父さんだと思ってたんだけど、そうじゃないんだよね。彼は罪を犯した全く他人の父親なんですよ。なんでと思いますよね。これ鈴木の父親でいいじゃん。少年 A の家族を出さないと、本当の意味での食材なんてこれ描けないと思うんですけど、まあ作り手の事情もわかる。まあ、被害者遺族も加害者家族も今も大きな傷を負いながら一生懸命生きてるわけですよ。だから両者を直接的には描けないという事情がね、あるんでしょう。しょうがないから少年 A とは関係ない複数の人たちのエピソードでそれをね、描こうとしているわけだけど、さすがにね、無理があるんですよね。さらにそれが原因で肝心の少年 A のエピソードがさっぱり掘り下げられていないわけです。もっともね、少年 A みたいに子供を何人も殺しているという時点で、これもね、食材なんて意味がないと思うんですよね。だって彼は虫を殺す感覚で小学生児童を殺してるわけでしょ。ねえ、僕たちだって幼い頃アリンコとか殺したことありますよね。僕もありますよ、トンボとかね、アリンコとかバッタとか。犬猫はないけどさ、まあこのね、昆虫殺し、昆虫を殺して、じゃあそのことで苦しむほど後悔とか人生をかけての償いとか反省なんてまあありえないですよね。まあ、少年 A はその感覚で犯行に及んでいるわけだから、我々一般人の価値観なんてまるでね、通用しないはず。だから榊原生徒はあんなふざけた手記を出せるわけでしょ。ねえ、食材意識が最初からもう備わってないというか欠落しているから、ああいう事件が引き起こせるんだと思いますよ。僕だって小学生時代に殺したアリンコのことで、もう全面的に反省しろとかね、一生苦しめとか食材しろとかね、言われても、まあアホらしいと思いますもんね。何言ってんのって話ですよ。少年 A も、もうその感覚で生きてるから、食材なんてテーマにしたとこで、まるで意味がないと思うんですよね。はい。というわけでね、この動画の終わりに、映画の評価額を出したいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたしますとか、なんとか言ってる間にナイス修理。さあ、あとはね、脱出ゲートを開くのみ。あ、これあれだね。ノーワンエスケープじゃないですか。すべての発電機が修理完了すると、キラーはね、ワンパン状態になるという恐ろしいパークで、わー、ノーワンだ。やっぱり、一撃でダウンを取られてしまった。だけどこのトーテムを破壊することでノーワンを解除することができます。 OK。 さて、ノーワン解除したことだし、レスキューに向かいますか。まあおそらくね、肉フックの近くで姿を消しながら待機してるでしょうね。待ち伏せしてんだろ、アンブッシュしてんだろ。うわー、これだとダメか。ボロータイムが発動しない。いや、逃げろ逃げろ。やべ、さあしなやか発動。やべ、引っかかっちゃった。さあ、誰か、もう一人助けてやってくれ。彼を治療してやってくれ、お願い。オッケー。ない、いやー、ダメか。まだ倒れたままだ。とりあえずちょっとね、治療していきましょう。
なんとしてでもね、残り3人で脱出したいところ。脱出ゲートはね、開けておいてくれているので、なんとか、釣られてしまう。彼女はもう2回目 ?3 回目天に召されてしまうか。まだどうだ。オッケーオッケー。まだチャンスある。もう1回分チャンスある。とりあえず近づいて、キラーを引きつけて、もう1人に、僕がおとりになって、もう1人に救助してもらうっていうのがいいでしょうね。ボロータイムが通用しないからな。さあ、ダメだった。よしよしよし、引きつける。こっちまで来い。オッケーオッケー。来い来い。今のうちに頼む。オッケー、ナイスナイスナイス。さあ、アクセムなんか一心伝心。いやー、今の完全一心伝心だったね。見事見事。さあ、ここまで、ボロータイム発動。オッケー。素晴らしい、クロちゃん。ボロータイム発動している。もうこのままね、脱出しちゃった方がいいでしょう。できたら肉壁しちゃおうかね。必要ないか。ナイスじいちゃん、素晴らしい。ナイスプレイ、グッドプレイ、グッドゲームだ。いやー、最後はね、白熱しましたね。はい、というわけで映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価したいと思います。おー、レベル上がった。映画有罪、評価額はズバリ700円です。残念ながらこれちょっと切削ですね。これは役者の演技がいいので最後までね引きつけられますが、なんていうかね、数々のエピソードがあんまり心に響かないんだよね。原作が未読なので映画と原作の比較はできないんですけど、小説ではどう描かれていたのか興味があります。今度読んでみようかな。この手の映画を手掛けるなら制作陣もある種の勇気が必要ですよね。遺族や加害者家族への配慮もそれは重要ですよ。だけどそれをやりすぎてね、スポイルしてしまったら本当に意味がない。彼らにとってもね、まあ、被害遺族とか加害者家族にとっても単純に事件をね蒸し返されただけで終わってしまうんですよ。でまたこう心の傷を負うだけで終わってしまう。だからさ、作る以上は社会的意義の必要な映画だと思いました。まあこういう映画を見ていると少年法とか司法の在り方っていうのをね考える機会を与えてくれるので、まあその点ではね有意義なんじゃないかなとは思うんですけど、もうちょっとね掘り下げていただけると良かったんじゃないかな。そしてさっきも言ったけど、あまりも対象となるね犯人がサイコパスすぎると、もうちょっとねいわゆる司法とか、まあ、いわゆるなんていうかな、我々庶民の死生観とか価値観っていうものが全く通用しない存在、ある意味こう絶対悪とかね悪魔とかになってしまうと、こう法律とか司法っていうものが意味をなさない。つまりもう刑を確定するだけのものになってしまって、公正とか贖罪っていうのはね期待しても無理なんじゃないかと思いましたね。はい、というわけで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、Have a nice day. バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。